席、そしてスタンドのイーグルスファンの皆さん、ヒーローインタビューです。今日のヒーローはバッテリーコンビ、今シーズン2勝目を挙げた辛島投手とジャイアンツを突き放すタイムリーを放った小関選手です。まずは辛島投手、2勝目おめでとうございます。ありがとうございます。コボスタで今シーズン初の勝利ですが、いかがでしょうか。そうですね、野手の皆さんに、感謝したいと思います。今日は初回からテンポがいいピッチングで、3回までパーフェクトピッチングですが、振り返っていかがですか。そうですね、ランナー出してから、失点が続いたので、そういうところは良くなかったですね。はい、非常に堂々としたピッチングに見えましたが、どんなところが良かったんでしょうか。悪いところの方が多かったです。なんで大変でした。連敗が続く中での登板になりましたが、今日のマウンドはどんな気持ちで臨みましたか。そうですね、相手が強力な打線だったので、まあ一人ずつという気持ちを忘れず、しっかり向かっていこうという気持ちで投げてました。それでは次の試合への意気込みとファンの皆さんにメッセージをお願いします。そうですね、また、勝てるようなしっかりしたピッチングができるように頑張りたいと思いますので、また球場に来て応援してください。はい、ありがとうございました。さあ続いては小関選手なんですが、好投の辛島投手の女房役として今日はいいリードが続きましたね。いやもう本当に、ファンの方からも結構ヤジは飛ばされてましたけど、パスボールを何個もポロポロしてしまってすいませんでした。今日は強力巨人打線を相手にどんなことを意識してリードしていたんでしょうか。いやでも本当に、辛島さんという、コントロールのいいピッチャーなので、本当に遅いボールを使ったり、速いボールを使ったりということで、本当にちょっとずつ、考えてやったつもりです。そしてバッティングでも今日は貴重なタイムリーを放ちましたが、5回あの場面どんな気持ちで臨んだんでしょうか。いや本当にもう先ほど言いましたけど、もうポロポロしてしまったので、取り返そうという気持ちで打席に入りました。バットを折りながら内野の間を越えていきましたよね。いや本当に平井さんの方に、思い切っていけということを言ってもらえたので、本当にいい結果につながってよかったです。さあ小関選手、今日は久々のスタメン、そして初めての今シーズンのお立ち台ですが、ファンの皆さんの声援聞いていかがですか。いやもう本当に嬉しいです。ありがとうございます。それでは最後に皆さんにメッセージをお願いします。また明日も、ジャイアンツ戦があるので、ぜひ、球場に来て、また応援してください。本日はありがとうございました。ありがとうございました。それではいつもの儀式で締めたいと思いますが、今日は辛島投手お願いできますか。それではいきます。3、2、1、バー。今日のヒーロー辛島投手、小関選手でした。今シーズンの2勝目をマークした辛島と、それから今日は4回にタイムリーを放ちましたこの小関、バッテリーのヒーローインタビュー、お立ち台をお聞きいただきました。